はいえー、今回の3本の動画全てに「1億円」というタイトルは付けておりませんちょっと内容がねあんまりよろしくないなと思いますこの動画の内容がまあ私がね発信するものと受け取る人が感じる価値ってのはだいぶ違うと思いますけどもうんやっぱりね一回一回人のやる気を起こさせるものとか確実にこれは進んでも大丈夫だなとかねこれは身になるなっていう情報をお届けしたいときに今回ね3本ともね大したことなかったですねえー、これはちょっと私のね たくさん動画を作る中であまりにもセンスのないものを3つ出してしまったなとああ初めて思いましたね <laughs> でその上でカメラを回して何を喋ろうかということなんですけども集客にこと集客のことについてちょっとお話しますねえ集客っていうのはほとんどの人ができませんあのはっきり言って希望を持たないでください集客なんてのはどんだけ頑張っても無理ですよ、うん、ほとんどの人はねビジネスをしない方がいいと思うんですよ ビジネスをお金を稼ぐ手段にするんだったら相当なセンスが必要ですし相当な集客力がないといけないと思います。で、ましてやですね、こうやって YouTube のアップロードをするときに顔出しするんですかしないんですかっていうふうな質問が来る時点でもうね、NG ですよ。アウトですよ。それからどんな機材買えばいいんですかっていうふうな疑問が起こる時点でもうね、これは全然だめなんですよ。そういうことはないんですよ。 あのはっきりっカメラがなくても YouTube がなくても周りの人にです、ね、自分という存在をどれぐらい知らしめることができるかというのがスタートなんですよね。これができない人がカメラの向こうの人の気持ちを動かすなんてのはもっと難しいですからでそういうところに気づかずに機材があればノウハウがあればなんとかがあればチャンスがあれば人脈があればって思う時点で、ね、もうこれうまくいかないんですよ。えー、最後になりますけども今回まとめさせていきます。 ビジネスっていうのは与えられた条件を最大限活用して最高の結果を出すその繰り返しですよだから何かね物が揃っていればうまくいくんじゃないかとか自分に持ってないものがあればうまくいくのにっていうことを考えるんだったらもう完全にこれはねあの落第なんですよね今回の3本の動画の中で唯一ですね私がメッセージを込めているのはここだけかと思いますそう持てるカードを使えってことですよね持てるカードを使ってないうちに持ってないカードを心配するなってことでございます以上です